続いて、鹿児島県庁田中様、たるみ寿司漁協川本様よりご講演を頂戴します。鹿児島県は、寒暑、茶、ぶり、牛肉など複数の重点品目において有力な輸出産地を要する地域であり、行政として県産品輸出拡大に向けた施策を幅広く展開しております。たるみ寿司漁協様は、鹿児島県たるみ寿司にて、カンパチ養殖に取り組んでおられます。 ブランド魚である海,、えー、海の王冠には市場に鹿児島県産のお茶を配合しておられますそれではまず田中様よろしくお願いいたしますはい、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、鹿児島県の、えー、水産振興課というところで水産の流通対策官をしております田中と申しますよろしくお願いいたします えー、だいぶ昨今、寒くなってまいりましたけれども、そろそろ雪の声も聞くようなところもありますが、鹿児島、の桜島というのが有名でしてあの、空から砂が降ってまいります、雪ならぬ砂が降って、あのそういうところでわれわれ育つし、あの今日お話しします、ブリやカンパチも育っております。でえー、っと今日はですね、えー、本県で取り組んでおります輸出のことについてあお話ししたいと思います。 えまずあの鹿児島県の水産業と輸出について少しお話をさせていただきます。な、え、ん、ー、といってもあの温暖な気候で,です、ねえー、黒潮が洗う鹿児島では水産業盛んでして、えー、約760億円ぐらいの生産高を誇っておりまして、えー、中でも スライドにあります通りブリ、カンパチ、ウナギなどの養殖が非常に盛んに行われておりますで、そういった中で輸出についても早くから取り組んでまいっておりまして、えーまあ、令和元年の実績だと103億円、えー、令和2年、だいぶあのコロナで痛手を受けましたので減りましたけれども、お令和2年で億63億ぐらいになってしまいました。 で輸出の特徴としましては、えー、約9割以上がですね冷凍のブリのフィレでこれをアメリカ向け出しているというところがございますでこのブリについても鹿児島湾とですね八代海という2つの養殖地帯でそのほとんどが生産されていまして、えー、県内にも加工場が多数ありましてそこで輸出用のブリを生産しているといったところです。 えー、輸出支援の背景といたしましては、えー、これまでですねあの漁協さんとかが輸出を取り組むにあたって、えー、それの海外の商談などを支援してきたところなんですけれどもコロナ禍という未曾有のこの状態の中で非常に現在の我々の輸出のウィークポイントが浮き彫りになってしまいました、えー、まずはですね種向け先が単一だったということ。 先ほど申しました通り多くがアメリカ向けしかもアメリカのレストラン向けだったということで輸出産品としましては冷凍のブリフィレその他の加工品などが非常にないというところで輸出の促進、まあ、拡大の取り組みっていうのが漁協などの単独の取り組みになっていたということなどがございましてこれはいけないというところで課題解決を行い そのためにはやはりあのマーケットインの考え方を導入することが必要だということで課題とした確率的で低付加価値の逆要するに多様化で高付加価値の商品を一気通貫した取り組みで仕向け先へ持っていくということをに取り組み始めましたでそういったことを取り組みどういったことをしたかといいますと まずあの個別の取り組みではなかなか開拓できないところをまずチーム編成をしましょうというところで生産者、これは漁協とか漁業者を含めた生産者そして加工業者、商社までを1つのワンチームとしてそのチーム編成で輸出拡大取り組んでいくということもう1つは現地ニーズを詳細に把握した上でそれを生かすべき伴走支援をするということです。 えまずチーム編成としましては、えー、先ほど述べた生産加工商社がチームを組むんですけれどもこれまでの事業者任せの輸出拡大の取り組みっていうのはやはり自分とこの商品の押し売りプロダクトアウトになってしまうのでチームが自治体コンサルと連携をしながら戦略的な取り組みをするということ。で、 全国のブリのフィレの輸出のです、ね、約7割程度が鹿児島のブリが占めているというスケールメリットもございますのでそういったスケールメリットを生かしながらスピードアップを図るということがこのチーム編成そして、仕向け先の情報をリアルかつ的確に把握するこれは県の方で調査事業を起こしまして仕向け先の情報を一元化した上で、えー、各チームへリアルに伝えると。 いうことそれがマーケットインにつながっていると思っておりますで我々自治体と調査を行っているところが伴走支援を行うあの最後まで伴走支援を行うという考えはないんですけれども初期の段階ではこの伴走支援でまず勢いを加速させるっていうことが必要でそれが取引先への信用にもつながっているかと思っておりますでそれをあの図にしますと現在マーケティング調査を行いながら チームで販売促進付加価値の高い商品を開発するそれを県や調査会社の方で伴走支援を随時していくというこのニーズあのこのスタイルになっておりますでこの取り組みはどういったことを生むかといいますと、えー、調査の結果の情報が生産の現場に伝わりその生産の現場からニーズに合った商品を、えー、商社の方へ向く でその商社さんからはまた新たな情報が来るといったことで情報とと商品の循環が生ままれると思っておりますでこの取り組みをあの続けている最中なんですけれども現在あのこの図にあるようなところに各方面へ取り組みがスタートしておりまして大体10カ国に対しまして30ほどのプロジェクトが進行中です。でこの中にはいわゆる あの種まき的な部分もあったり事業化的な部分もあったり様々なんですけれどもえこの中でまあ特徴的なところを少し紹介させていただきますとえ流通実績の少ないところでのマーケティング事例としましてはあのドイツでブリマーケティングをあの行います実はこれ今度の日曜日11月14日にやるんですけれどもえフランクフルトの歌舞伎さんというちょっと高級な鉄板料理屋さんが あの実は鹿児島出身の方がされておりましてここでえ周辺の料理を料理人の方々あの30名以上を呼びましてえーブ,リのブリと鹿児島産品のコースを 作ってていいただいてそこでマーケティングするとで来られた方々に対してあの今後ブリの、えー、試供品を提供したり、えー、メニュー化していただくということでやっていくでこういうやり方いわゆるまずあまりブリとかカンパチに馴染みのない地域においてはレストラン料理店まず食べていただくことからスタートするというマーケティング手法をとっております。でこういいった手法をとるるのが、えー、現在メキシコだとかヨーロッパあるいは アメリカなどにおけるカンパチのマーケティングでこの手法を使っております。また流通実績のある地域での新たな取り組みとしましては、えー、先ほど来鹿児島と PPIH の話が農産物でも出ておりますが、えー、東南アジアで培った PPIH 様とのつながりを生かしてアメリカでの、えー、量販店小りのマーケティングを今行っております。えー、西海岸での量販店に向けた えー、カンパチあまりカンパチ行ってなかったんですけれども PPIH 様との包括連携協定を生かしながら、えー、ここでカンパチを売っていくということを考えております。で産地づくりに重要なことを、まあ、ちょっと、まあ、自治体なりに考えてみますと、えー、それぞれの立場で、えー、施設とか品質を向上させた産品を作るっていうのはもう当たり前のことだと思いますけれども肝となるのは やはり先ほど来皆様申し上げているとおり仕向け先から産地を見ていくことでその上でニーズに対応していくためには各プレーヤーの連携生産者者加工業者商社の連携が重要だと思っておりますでその重要なプレーヤーの役割としましては自治体うちらでいうと漁業者そして漁協・加工業者商社というところがありますけれどもまず我々県自治体としましては あのやはりつなぐ役目が重要かと思っておりまして初期の初動加速をさせるためのキープレーヤーとして我々あるいはコンサルさんがあるかと思いますで次のキープレーヤーやはり漁協さんとなっておきまして水産物の場合はやはり漁協が取りまとめをするので輸出対応の専門部署などは理想なんですけれどもそういう方々がいる漁協こういうところの産地キーマンとしてのハンドリング これが重要かと思っておりますであとはあの商社の方々あの随時情報を還流させることが重要なので主向け先と山頂をつなぐプレイヤーとしての勝者の位置づけこれらが連携することで、えー、輸出は拡大していくのではないかというふうに考えて行っているところでございます、えー、鹿児島での取り組みはあの駆け足でご紹介しましたけれども、えー まあ自治体ができることっていうのは、補助金を利用したいろんなあの制度の利用というところなんですけれども、それを活用して、各プレイヤーさんをつなげて、そして輸出を拡大させていく、それが産地づくりにつながるのではないかということで、現在、取り組んでいるところです。ごごありがとうございました田中様 ルミ寿司漁協はあの昔はこの金工輪の中でカツオ専用にあの片口しを取ってあの生計立てて立ました昭和30年ぐらいからハマチの養殖が始まってもじゃこ線を作りもじゃこ取りに行きハマチぶりを養殖していましたが平成元年に台風の災害にあり漁協の生けすが全滅をしてそれをきっかけに新しい魚カンパチを単価のいいカンパチを 徐々に変えていき今はほとんどもう9割以上がカンパチの養殖に変わってきました錦江湾はあの深さが 250m ありまして潮の入れ替えがよく酸素が豊富でうちの漁協の中もあの深いところは水深が 150m 浅いところで 70m のところで養殖していますから非常にあの環境のいい状態であの養殖ができます自然との戦いが一番厳しくて元年の台風500台近くある生けすが ででで沈んでしまったという状況ですねそこから立ち直るのに一番苦労しました餌は冷凍の餌に配合飼料とあの混ぜ込み EP または単独 EP を混ぜてペレット状にして固めてあのやっていますから生けす以外からのこう濁りというのはほとんどなくなってあの海は常にきれいに保っていると思います2003年にですねあのカンパチのブランド化を図りたいということで動きました その中で地元の垂水の小学校中学校の学生にですねあの愛称を募集しましたでその時つけてもらったのが海の王冠という名称になります、えっと、その年に商標登録を済ませて翌年の2004年鹿児島の魚ブランド認定ということでカンパチで第一号の認証を受けました海の王冠のブランドの品質の均一化を図るために鹿児島産の焼酎華スと お茶を混ぜていますそうすることによって生産者が作った製品の均一化を図っていますそれともう一つのポイントとしてトレスアビリティシステム稚魚の導入から飼育期間の1年半あるんですけどその缶の餌あるいは薬品の使用状況その辺が分かるようにですね明確にあの商品履歴証明するという形で提示してあります。 春水し漁協にとって輸出産地作りとは付加価値ををつけたた販売をしたい2019年度には70トンを超えて1億円を超える金額を出すことができましたがコロナが発生してからは約半分まで落ち込んでいる状況ですですからあの東南アジアを含めアメリカを中心にですねあの輸出の強化を図っていきたいと思っています 天然物には旬ってありますよね。あのー、自分たちあのー、カンパチのように養殖してますけど、いつ食べても旬の味を作っていきたいと思いますので、えー、これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 は垂水市漁業協同組合の品質保証室の川本博美です。今日はよろしくお願いします。えっ、ー、と、今日はあのカンパチ輸出拡大に向けた、えー、と産地づくりということであの説明させていただきます。えっ、ー、と、全国のカンパチの生産量は約600万匹です。そのうちタミズ漁業で と養殖されているカンパチが約百三十万匹ですので。あの日本一の生産量を誇っています。あのー。冬場でも、なあの夏の台風が来る時でも。周年出荷できることが強みになっています。えー、とタっミズシ市漁協の養殖場は。あの桜島のふもとで。あります。あのー、水温がですね、平均。二十二度ということで。あのー。 恵まれた環境にあります。カンパチはあの温かい海でないと育たないということで、えっ、ー、とタレ水魚の養殖の水温の温度はえっ、ー、と十八度から三十二度まで、えー、ありますが、えっ、ー、と平均水温二十二度ということで理想的な養殖の漁場になっています。それとえっ、ー、と水深が百二十メートルありますので。 酸素量がとても豊富で成調にいい状態であります、えーっとえーっと。海の王冠の紹介ということで、垂水漁協海の王冠、これは2003年に垂水市の小中学生に愛称募集しまして命名しました。えー、っと翌年の2004年に鹿児島の魚、ブランド、 えー、ということで、カンパチで第一号の認定を受けました。その時のあの海農家の特徴としまして、鹿児島産のお茶と焼酎華素をブレンドしています。えっ、ー、とお茶にはお茶のパワーがありまして、ビタミン E とこれえっ、ー、とカテキンが含まれています。えっ、ー、とそ,その結果、えっ、ー、と鮮度が保たれてビタミン E が増加し コレステロールが減少しています。えっ、ー、と輸出の取り組みということで、あのえっ、ー、とシンガポール、香港、インドネシア、アメリカ、カナダ、タイ、えっ、ー、と六カ国に輸出しています。えっ、ー、とコロナ前の2019、えー、年までは。 順調にあの輸出量も伸びていまして特にアメリカを中心に輸出が増えていましたけどコロナの影響によりまして、えー、と半分以下30%ぐらいまで、えー、と輸出量は減少しています。えー、と輸出の、えー、と大半はチルドという、えー、と冷蔵の形態で動きまして。えーと ラウンドフィーレという商品が流通しています。えー、っと、えー、っと、月経としてトレーサーアビリティへの担保、サスナアビリティへの配慮を行い、付加価値を創出ということで、えー、っと、安全安心な魚を作るということで、あの養殖履歴の開示を行っています。えー、っと、共同事業体の形成ということで、 えと小規模の商談を頻繁に行うことは非効率ということで喫、えー、さんとの強い商社を,とをあのお願いして生産から販売までの一気通貫を、えー、と構築したいと思っています。えー、とどうしてもですね、あのー、輸出に関しては国内取引でありまして直接取引を行っていないということで。 えと国内の商社の、えー、と協力が必要にやってきますそのためにはその商社さんの、まあ、やる気というかあの輸出に対してで垂、えー、水漁協とですね一緒に組んでもらう商社をあのお願いしているところであります。えー、と加工場の充実化ということで垂、えー、水漁協の加工場は2004年に、えーと稼働えー、建設されました。 えといろんな機械がありまして、えー、とヘッドカッターガッターマシンオッポ切り機フィレマシンロインカット機スキンナー自動真空包装機金属探知機リキッドフリーザーを順、えー、と整備しています、えー、と取得済み認証ということで ISO22000 これは2017年に取得しました、えー、と FDA えとインポートアラートグリーンリストこれはあのアメリカ向けにですね冷蔵の真空放送の商品に関しては、えー、とボツリヌス菌対策を行わないといけないということでその、えー、と TTI ハサッププログラムというのがありますがそれをあの申請して取得しています、えー、と施設登録としてはアメリカ中国ロシアベトナムインドネシア インドです。えー、っと事業から出荷までの生産連携の情報開示ということで、えー、っと池すごとの養殖日誌の記帳、それと漁業診断、それとあのワクチンの普及も図っています。えー、っと水質調査として、えー、っと水質のモニタリング調査を定期的に行っています。えー、っと水質への影響を防ぐし 餌自および給助方法を工夫しています。えー、と焼酎かスの成分を有する免疫向上や老化防止等のへ、えー、と採用に着目してあの焼酎かスを、えー、と出荷前に混ぜています、えーと。海外シェフと連携した現地でのカンパチ活用メニューの開発ということで、えー、とアメリカの現地シェフと連携した上で 現地消費者の思考に合うカンパチ活用メニューを検討しています。物流面での工夫。えっと、現在、あの、輸出に関しては。あの、チルドですので。えっと、羽田経由、あるいは福岡経由で、あの。各国に、えっと、エアービンで輸送されています。 現在はあの真ん中のえと福岡空港にトラックで運びましてそこからあの各国にえと飛行機で飛ばしています。シンガポールでの販売促進ということであのどうしても先ほど言いましたようにチルド出荷ですのであの輸送費が高いそれとあのコロナの影響であのエア便が少なくなったということもあります。 ですからあのどうしても輸送費を削減するために、えー、と冷凍品の普及これが今後重要になってくると思っています。えー、とその中で台湾蔦屋のレストランにて火鍋料理の開発あるいはライフコマースにてカンパチの実演販売も予定しています。えーと 鹿児島の,あの補助事業を利用しましてですねあの PR 道具を作成してあのカンパチの,あのメニュー作りあるいはその現地にあったメニューの提案とを行っていきたいと思っています。えー、と以上で終わりますけど日本一のカンパチの生産漁協ということで、えー、と積極的にですねあの海外輸出に取り組んでいきたいと思ってますのでよろしくお願いします以上です。